皆さん、あ、ビールっていいじゃんって気づいていただいた方がどん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 今増えてきていて、今クラフトビールという不毛の時に、ね、苗木を植えてると思ったら大手と同じビールの魅力は我々は一切持とうと思わないし、春のビール祭り、キヤキロバやったビール祭りはもう出店者規模が多くて結構満杯だったんですけど、You know, so I think that, you know, the fact that not so many people know about craft beer only means that there is almost unlimited potential for growth. ビールっていうのは日本の場合は実はないでしょっていう話をしていて、岩手県で石割桜っていって岩の中からこう割れて出てくる桜があるんですけど、その桜の花から取った酵母がたまたま残ってた、まあ、地域自給 100% もしくはその自給自足 100% のビールを作りたいっていうそういう強い思いがあったので、自分たちで思いを込めて育てたの美味しいビールになってるしたら素晴らしいと思うし、今は満帆ですね。もうこの時期っていうかもう全然足りてないですねでもすごい一つ一つの工程を本当にきっちり大事に、まあ本当考えながら一つ一つ進んでる感じです。And they're starting to become a lot of quality brewers over here. So it's a pretty exciting time for here. To... 知らない方が多いですけれども、知っていただいた方のリピート率はすごい高いと思ってますので。もう当たり前のように日常の中にあるビール、クラフトビールがあるっていう状況が一番こう自分の目指すところなので。驚きとか、ああなんてこんなビールに出会ったの初めてだっていう。そういうやっぱり感動的なビール作りを常にやっていかなきゃいけないなと思ってます。